線を10個噛んであるのに何秒かかるかチャレンジやっていきたいと思います。この動画の元ネタはシンジーさんっていう方です。その動画を変顔女王さんがやって、変顔女王さんの動画を僕が見ました。シンジーさんの結果が 48.53 という記録です。ということで今日はね、僕もやりたいというふうに思うわけですが、 48.53 こうしてやりましょう。風船俺膨らましたことないんだよね。早くない？ちょっと当てるの早くない？そんな膨らまない感じこれ。ちょっと待って、膨らみ方がおかしい。日が暮れちまうから100均でポンプ買ってこよう。買ってきたよ。それじゃあ膨らましたいと思います。いやいや、いいね、膨らむじゃん。味気方すごいよこれ。分かった、これね、分かったぞ。水風船用の風船だ。はい、カッチリだ。なんで普通のないの？ハート型ですね。なんかハートこれハートなんか形がおかしい。ちょっといやらしいものにも見えてきた。何とは言わないけど何かがいやらしい。この形といい、ここといい、何かが なんでうちには普通の風船がないんだ。風船10個作るのってこんな大変だったっけ。ということでやりたいと思います。僕中部で温泉の精神を受け継いでますので、パンはいパンはいパンはい、もうこれでございます。それではヒロチャンネルの10秒で風船噛んで何秒割れるかチャレンジ、よーいスタート。ということで25秒でした。一つ音が出なくてしぼんだかのように見えたのはちゃんと割れております。黄色だったよね。いや割れてる割れてる。ということで僕の動画 YouTuber さん見てるかどうかわかんないですけど、もしよかったら抜いてみてはいかがでしょうか。